では時間となりましたので、後半に移りたいと思います。では3人目、草賀さん、よろしくお願いします。こんばんは、草賀純一です。自称、浜のイルミネーター、今日パーティーなんか出るスタイルを光って、話させていただきます。私はこの、3C、 3階の一番突き当たりのところで今茶室を作ってます。まあ、なぜ茶室になったかっていうと、これまで、まあ、大体約30年にわたる私の作品とか活動を、15分という短い時間に縮めて、話しますので、よろしくお願いします。今ご覧になっていただいているのはピエロ・マンゾーニという作家なんですけれども、私は東京芸術大学の油画出身で、まあ、大学で、まあ、油絵を描いていたんですが、芸大油画っていうのは、割と当時、何やってもいいみたいな感じだったんで、現代アートを見進む人もちらほらいて、で私は何を作ろうかなと考えた時に、そのピエロ・マンゾーニの、まあ、これぐらいの小さい箱に綿が入っていた作品があるんですけど、それにすごい衝撃を受けて、それ以降、8年間、大学院と箱をひたすら作っていました。それが、まあ、まずこれなんです。これは私の箱の第一作なんですけど、まあ、身近にある廃材、これ乾電池なんですけど、乾電池に、まあ、キューピーの写真を切り貼りして、まあ、箱に収めたものです。で、まあ、以降周りにある廃材なんかをこう組み合わせて、ひたすら箱の中に収めていく、そういう作品を、ずっと、大学から、まあ、大学院卒業して社会人になる、それぐらいまで、とにかく箱をどんどん作り続けました。まあ、これは瓶の中にモナリザの写真がフラワーに貼ったんですけど、これは屈折によって見方によってモナリザの、像が歪んで見えるというモナリザのパブリの作品です。でこれは、まあ、廃材をひたすら箱の中にしまっていくと。これは、テレビの、電子基板に石膏をかけて一部こうここだけなんか錆びてきた、そんなのが面白い効果だと思って作っていました。これは箱なんですけど、箱の普通はこの上の方に取っ手があるカバンになるんですが、その取っ手部分を箱の中に収めたものです。でこれは、まあ一対になってますけれども、蝶ネクタイがこう、回るとただ単純に2つこう回ってるだけなんですけど、そういう後の作品です。で、これは大学院になってから作ったんですが、ハートをですね、まあ、ハートのこれオブジェなんですけども、まあ、いろんなハートのオブジェを作ってひたすらここに、しまっていくという作品です。これ金箔が貼ってあります。でこれも、さっきのも合わせて、これ、白黒一対のハートなんですけども、これが、大学院の修了制作でした。でですね、社会に出ると、その今までは、まあ、すごい内面的なものを掘り下げて作品を作っていたんですが、まあ、いろんな社会問題みたいなのが社会に出ると見えてきて、これは午後のショットなんですが、カドミウム、アクリル絵の具で、カドミウムの色が、まあ、当時5色あったんですが、まあ、我々はそれを絵を描くときにカドミウムをこう使った廃液なんかをどんどん流してたんですね。でそれは環境に良くなるんじゃないかということで、これはカドミウムのイエローと海水と砂を混ぜて、
瓶に収めて封印したものです。これはオレンジとか、まあ、レッドとか、5種類あるんです。でこの次のこの箱は、薬の瓶に、まあ、リボンをして、まあ、贈り物みたいな形のニュアンスを持っていたんだと思うんですが、当時まあ、体を壊して薬のことを考えるようになって、薬というのは必ず副作用がある、そんなようなことを考えながら、まあ、いろんな薬の、まあ、箱に収めていった、作品です。これはまた廃材ですね。廃材を、箱に入れて、この物体のある部分だけはオイルをかけて、あとはこれすりガラスですね。すりガラスなんでこうボッボッ他がぼやけて見えるという作品です。これは、この廃材をコンクリートで固めて、箱の中に収めた作品です。これはですね、まあ、脱出用キットみたいなのが、まあ、今は結構いっぱいあるんですが、当時はあんまりそういうものがなくて、一応脱出用のキット、これを箱とさっきのカバンみたいな形で、考えて、作ったものです。これは薬のですね、なんていうんだろう、この中に薬を入れて飲むカプセルなんですけど、それをひたすらこう、並べて箱に収めたものです。でこれはさっきのすりガラスと同じようなものなんですが、これちょっと、これは割れてるんですが、それもまあ面白いと思いまして、これはもう全くすりガラスで中のものがぼんやり見えているというのが面白いと思って作った作品です。それでですね、私が企業に勤めたときに、まあ、ディスプレイの会社に勤めたんですが、東京電力の PR カーの仕事をしなきゃならなくなって、で、まあ、当時原発に関してですね、安全だ安全だっていうことを盛んに PR してたんですが、私がそうは思えなくて、まあ、仕事の方は、まあ、なるべくそれを、担当にならないようにしたんですが、個人的にこの作品としては、これはですね、まあ、電気でモーターが入って動くんですけども、胎児の写真を、これは何シャーレっていうんですかね、シャーレの裏側に貼り付けて、で中に名前の玉を入れて、でコンクリート、周りのコンクリートで、まあ、覆ったという作品です。まあ、反原発みたいな意味を込めて、作った作品です。でこれは、これは鉛のハートなんですけども、まあ、放射線を遮断するには鉛ということで、ハートを鉛で、くるむものです。でこれは、まあ、今までの箱とちょっと違って、まあ、蓋がついてるんですけども、これはまあこう閉めて、しまうことができるというものです。でこれは、ろうそくを365本こう並べて、で、まあ、箱に収めたものですね。でこれは今度、まあ、薬の錠剤、これもこうきちんと箱の中に収めたものです。でこれも同じ薬の箱の作品です。これも同じ薬をシャーレに入れて収めたものです。これも、薬、胃薬なんですけども、胃薬を溶いて、こういう薬の何て言うんですかね、保管の瓶みたいなやつに入れて、作ったものです。これも薬ですね。これは、薬を周りにこう貼り付けていって、まあ、熱で自然に溶けて流れたようなものです。でこれはですね、まあ、当時バブル経済で、ゴルフ場開発なんかがこう盛んに行われていた頃で、そのゴルフ場にまかれる農薬が近隣の河川に流出して、そこにいる川魚が、まあ、影響が及んでしまうというような、観点から作ったゴルフボールを、まあ、川魚のアユですね、アユの写真